よ、皆さんこんにちは。始まりました、定期練習ルーム、よろしくお願いします。こんにちは、おはようございます。現在もう12時、早いね。ギブラックちゃん、おはよう。スンスンさん、おはようございます。タクちゃん、ヨフィちゃん、おはよう。つかたしも、おはよう。スンスンさん、だるま、ありがとうございます。 Thank you。 もとうきさん、こんにちは。ポコちゃんもこんにちは。旅人さん、こんにちは。ポコちゃんファンレベルアップ、ありがとう。おさかんちゃんもファンレベルアップ、ありがとうございます。ヨフィちゃんも、ゆれちゃんの後ろパープルだるま、ありがとう。ガッツさん、こんにちは。ワイさんもこんにちは。ワイさん、私のアバター使ってんの、かわいい、ありがとうございます。みんなこんにちは。ふふ、ヨフィちゃんもだるま、ありがとうございます。ゾッコちゃん、つたき様、おはよう。みんなおはようございます。オリゼさん、こんにちは。皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、キラキラをいただき、ありがとう。大阪ちゃんがキラキラいただきました、ありがとう。まだね、ファンネームをね、変えてない方たち何人かいるのでね、新しいファンネームになってるので、皆さん、タキちゃんズはもうなくなりましたので、タキちゃんズはいなくなりました、ありがとうございます。買い物行って帰ってきた、早っ。12時もう買い物出てたの、早いね。お、てっちゃんから、お風呂、お風呂、お風呂敷って、お風呂敷言った、ありがとう。うどんもちちゃん、お伝え様です、こんにちは。とびもちゃんも流れ星キラキラ、ありがとう。こんにちは。ぷにゃんちゃん、おつたき様、おはよう。そう、新しくファンネームが変わりましたんで、9月11日からね、リニューアルになりました。じゅんじいさん、こんにちは。こんにちは。流れ星、ありがとう。たくさん、このイベントなんかマックス30万らしくて、今が8万4千でしょ。やっと8万4千よ。やばくない？もう本当にガチイベ出るのが怖い。本当にガチイベ出るのが怖い。ライスちゃん、やっぷみ、おはよう。ゲブラックちゃん、ハート、ズッキュン、ハートギフト、ありがとうございます。ありがとう。お、花火どんもよ。今が、今日が木曜日だもんね。早いね。ケツさん、こんにちは、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。月末には梨をプレゼントできそうだよ。梨プレゼント、ありがとう。梨ガチャ、ズイ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 、恋したいの、おいえ、愛したいの、おいえいえいえ、やめちゃいそうやなことなんて、じゃあ速力回避せよ、ジン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 、ベッベベ。すごいよね、今思った。って K-POP ってさ、ところどころで流行ってたよね。一番最初に流行った K-POP って何なんだろう。 K-POP ではないけど、韓国はマジでどこかしらかで流行るよね。ヨン様とかさ、今の子は知らないかもしれないけどさ、ヨン様とかさ、
ね、ヨン様でしょ。あとあのあなたのことが中期どころの人イビョンホンとかさ、ん？イビョンホン違うか、イビョンホンじゃないか、この人チャンドンゴンか、チャンドンゴンとかさ韓国でしょ。なんかドラマが、カンドラが流行って、韓国俳優が、アープクさんこんにちは、長尾平蔵影虎さん平蔵かな、お伝え様です。玉虫ちゃんこんにちは、アメヌルちゃん1100回目、おめでとう。冬のソナタ見たことないんだよね。なんか冬のソナタ、あれからガチイベに対して全ルームライバーが不安やと思う。これからのガチイベに対して全ルームは不安、いや全ルームではないと思うけどね。いや、はい、石油王さんがいるルームは多分別にそんなに心の余裕はあると思う。おさえちゃんこんにちは。冬のソナタにさ出てる女の人なんだっけ、ぶさいちゃん久々やね、こんにちは。え、なんだっけ、冬のソナタに出てた女の人の名前、あの人も有名だもんね。あ、綺麗。そう、チェジューだ、チェジュー、よくわかるね、世代。そうだそうだ、あの人もね綺麗だったもんね、セットでなんか有名だったもんね。冬のソナタなんてだってパチンコにもなってたもんね。パチンコにもなってなかった。ポセちゃんハートズッキュン、ありがとう。冬のソナタなんかすごいよね。あとは何かいたかな。で、まあそこら辺で流行って、ののちゃん、え、ぬぬちゃんおはよう、こんにちは、だるま、ありがとう。なんだっけ、K-POP の走りって何なんだろう、東方神起なんかな。東方神、東方神起だって。ペ40ね。43ね、いいよね。でもまあかっこいいとは思わない。東方神起、東方神起とかは今どうして、東方神起ほらバラバラでさ活動してんじゃん。東方神起として活動してんのは今2人だけ、今2人だけだよ。パク、パク4派じゃなくてバラバラになって活動してると思う。東方神起、あの子ほらチャンミンと、チャンミンとなんだっけもう一人の子、ユンホみたいな名前の子が二人で東方神起として活動してる。今つっちゃん、つっちーさんこんにちは。で東方神起が流行った時は東方神起 2PM 超新星、ん？超新星じゃないか、なんかそんな名前のやつがいた気がするんだけど、まあ3人だ、男の、あと FT アイランドもそうだ、 FT アイランドもそうだし、あとなんだろうな、そこら辺が流行ってたな。 FT アイランドがねえバンドだったからね。ワンピースのテーマソングしか思い出しません。嘘。あの大空に届くまででしょ。ラララテラララララでしょ。東方神起。テテ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 テのやつだ。ジポさんおはようございます。こんにちは、お伝え様。フェザーちゃんもお伝え様。あ、本日は晴れちゃん、下僕くん。おめでとう。ユリアの下僕なってくれてありがとう。下僕くん53人目、下僕くん53号、ありがとう。イエーイ。鴨志田さんお伝え様です、こんにちは。
違うよ、やっぱりね、あれだよね、東方神起でしょ。どうして知らない、どうして君を好きになってしまったんだろうっていう曲知らないですか。マジか、この歌も東方神起ですけど、東方神起意外に友達が歌ってたな。超新星は吉本所属の K-POP アイドルで、しんすけさんの番組よく、やっぱそうだよね、超新星も K-POP だったよね。なんでも知ってる。ウェヌルアちゃんもハネビラッパリだと、やっぱそうだよね、女だってほら少女時代カラがいるじゃないですか。少女時代とカラ、ララ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 ラ、せめて下僕、しもべと呼んであげて、いや下僕くんです。皆さんはもう下僕くんです。ショールームに寄って SG しか投げられない体になった今あなたたちは下僕です。私の下僕かショールームの下僕か否か。ゆりあちゃんはキラーくんのお世のままになんで、キラーくんの下僕です。キラーくんが欲しいもの、食べたいものすべて与えるのが私の仕事、下僕の仕事でございます。旅人ちゃんファネベラップ、ハッシュタグタキちゃんじゃなかった、ごめん忘れた。下僕くん54人目、下僕くん54号、おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに超新塾はあれがあれしてる芸人です。バー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 。じゃあ今日で期限の切れる SG 投げてっかね。だからさ、期限が切れる、あ、ボアもそっか、ボアもそうだね、ボアもそうです。デビアリです、こちらこそ。ロスタムちゃんおつたき様です。社畜の休み時間は下僕。本当は社畜くんにしようと思ったんだけど、社畜の方が嫌だって言ってたから、社畜にはなりたくないらしいから、社畜だとまあゆりあちゃんの社畜ではないので、皆さんの会社の社畜になっちゃう、皆さんが働いてる場所の社畜になってしまうので、そっちの方が嫌らしいので、私の下僕くんになりました。今日は暑いね、めぐねちゃんこんにちは。ボアもそうだよ、でもボアなんて私メリクリしか知らないよ。めぐねちゃんだるま、ありがとうございます。ラスタムちゃんキラキラどうぞって、ありがとう、レビアリです、こちらこそ。長尾ちゃんからすごいありがとう、サイリウム、長尾ちゃん、長尾ちゃんに1個教えるけど、10連するとブーストがかかるからね、10連するとブーストがかかんので、イベ中はどのギフトを投げてもポイント 2.5 倍ブーストがかかるんだけど、10連で投げるとまた 1.25 倍のプラスのブーストがかかって、かけ3かけると3倍のブーストになるんですよ。だからポイント3倍になるの。だからね、10連で投げてくれるとアザッスです。アザッスです。今期限の SG が70しかない、いやでも1G のギフトを10連すればブーストかかりますよ。だるまのいろいろ計算してやっていただくと、まあ、めんどくさいんですけど。おいこちゃんの3歳のプレゼント何あげた。洋服と靴、スニーカーと洋服あげました。はい、
学習しました。ナイス学習、ジャポニカ学習中。かゆ、靴あげた。バンズのスニーカーと、あとはなんか子供服あげました。秋になるんで長ズボンと、あと何あげたっけな。いやそれだけじゃなかったと思うんだよな。服もあげた。ベストかな、ニットベストみたいなのと、パンツが2枚ぐらいと、なんか私は可愛いなと思った服をと、スニーカー、洋服セットっすね。みんな多分ママとか、ママじゃない、うん、多分そう、おいっ子のママとかね、おいっ子のほらパパママは好きなおもちゃあげると思うし、おもちゃばっかりあげてもね、なんかって感じ。アニーさんこんにちは、イケちゃんこんにちは。だから私は靴とか服とかいつもあげます。なんか喉がイガイガする。ぬりまちゃんおつたきさまです。もうそろそろ仮面ライダーや戦隊もの、なんか仮面ライダーや戦隊ものはね一切見ないんですよ。その代わりね本当に恐竜が好きで、ずっと恐竜見てる、ずっと恐竜見てるよ。箱石きのこ、ちっちゃなきのこ、箱石きのこギフトありがとう。いけちゃんもちっちゃなきのこギフトありがとうございます。さんちゃんもハート、ズッキュンハートありがとう。おいけちゃんファネベルアップ、イエーイ、すごい。みんなファネベルアップしていく、どんどん。もう恐竜だらけっすよ家が。恐竜が大好きみたいだよ。もう恐竜だらけ。あの大空に届くまで。でも一個なんかね、昨日なんかわかんない、具合悪そうだった。あれかな、なんか誕生日さ、ずっと楽しみにしてたからさ、楽しみにしすぎて、ほらそういう時に限って熱出す男の子と、熱出す子供とかいるじゃないですか、そういう系かなみたいな。私もちっちゃい頃クリスマスイブにめちゃめちゃ高熱出た時あるし、うん、そんな感じなのかなと思って。恐竜言うほど怖くなかった説。でも恐竜めっちゃ好きなんですよ、うちの甥っ子、本当に。だからさ、 T シャツとかさ、服とかもなんかそうなると恐竜になってくるんですけど、私はあんまり洋服とかにもう恐竜がついてんのが好きじゃないからさ。カチワリさんおつたき様です。あら、おこっていこにんじはおつたき様。うん、だからおしゃれな服を着てほしいからおしゃれな服買っちゃった。普通に恐竜の服とかさ、やっぱ恐竜が好きだと恐竜の服着たり、仮面ライダー好きだと仮面ライダーの服着たりあるじゃないですか。まあ私も実際問題さ、クロミちゃんのさ T シャツ買ったりしてるからさ、気持ちはわかるんだけどさ、表示キラキラありがとう。赤ティーもキラキラありがとう。あざます。だからわかるんですけど、あまりにも恐竜の服だらけすぎて、下も上も恐竜はちょっとやだなみたいな。
すがにね、やっぱりファッションをさ、やっぱおしゃれ大好き人間ですから。小学生くらいになったら自由研究で化石掘りとか行くようになるんかの。え、掘りに行くのわざわざ。これそれってさ、絶対さ保護者が必要じゃない。めんどくさそう。まあでもまあね、やりたいことやってくれって感じだから別にいいんだけどさ、一人で行くのは無理やけど。あ、花火なんもやん、イエーイ。あら、まさんさんこんにちは、ありがとうございます。おさえちゃんだるま、ありがとう。ありがとうございます。化石掘りね、大変そう。なんかドラえもん化石のドラえもん見てた時に化石掘りしてるなんか話あったな。なんかさ、でも本当になんかすごい大好きでさ、本当に突き止める、追求する、すごい追求するまで好きだったらすごくよね。ここまで今好きでさ、いろいろ覚えてさ、もう本当に深く追求するまで好きになったら本当にそれは素晴らしいと思う。それを食についてたら本当に恐竜好きだったんだなって思うわ。福井に恐竜がいたんだから新潟に化石が出てもおかしくないね。福井ラプトルがいましたからね。福井ラプトルっていうすごい単純な名前ですよね。福井の恐竜って。そう、福井には恐竜がいて、その恐竜の名前が福井ラプトルっていうんですよ。もう思いっきり福井が入ってるっていうね。あ、ウェヌルーちゃん、ゲボくん55人目ありがとう、ありがとう、嬉しい。そうそうそう、なんか甥っ子とさ YouTube とかさ、 YouTube とかその絵本とか見てるとすぐ覚えるよ。なんかすぐ覚えるっていうか、なんか覚えたくなくてもなんか覚えてくんだよね、恐竜の名前ね。さ、なんか T レックスとかはさ、まあ、みんな知ってるんですけど、ティラノサウルスなんですけどね。ドラミちゃん、つたき様おはよう。そう、あとはね、パキケファロサウルスとかさ、アンキロサウルスとか、トリケラトプスとかね、パラサウロロフスとかね、モササウルスとか覚えてくんですよ、大体そういうの。なんか大体ね、自分の甥っ子より甥っ子よりあれですからね。ママの方が距離覚えてるからね。長野の野尻湖でナウマンゾウの化石掘りしてるのは有名な話。ナウマンゾウに、ナウマンゾウの化石があるんですか。化石掘りとか超大変そうね、だってさ、間違えて骨ギャンとかやったらアウトだもんね。骨ガン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 ってなったらアウトだもん。大変だ。
私は全然恐竜に興味ないからさ、化石掘り行こうとか言われてもってなっちゃうの化石掘り行こうなんて誘ってくる人はいないと思うけど。ギリギリみやちゃんさんこんにちは化石掘りデートとか言われたらどうする？男の人にさ、このデートは化石掘りデートですって言って、はぁみたいな、私マジではぁってなっちゃうよ。なんだそのデート、モテないわこの人って思う。この人モテないわ。鉄腕ダッシュで化石掘りしてたの面白かったの。鉄腕ダッシュ見てないな最近。なんか今ってなんか鉄腕ダッシュ大体なんか他のジャニーズ出てるもんね。他のジャニーズさん出てるもんね。 A グループのリチャードとか。あとしんちゃん、ストーンズのしんちゃんとか、岸くんとか、いやいや言ってハマったりして。どうなんだろうね、砂金取りでさえも嫌なのにね私砂金取りでさえも嫌だって。佐渡の佐渡の砂金取りもなんかあのジャラジャラジャラってやるのあんま好きじゃなかった。土いじるのはあんま好きじゃないんだよね。泥団子とかもそんな作ってないし、うん、ほんとあんまそんな好きじゃないんだろうなって思った。自分でハマんのかな。面白いことないかね。なんか面白い趣味ごと欲しいわ。ハマるような運動はハマらないんだよね。運動嫌いだから。でも運動ハマったらいいよね。運動へハマったらめっちゃ楽しそう。次の配信が16時からです。仕事行く前に配信したいと思います。夜はまあバイト終わり次第の気力があれば、疲れてなければ、バイトで疲れてなければ配信したいなと思います。最近ね、お酒飲む配信してないなと思うので、お酒交わしたりする配信をしたいなと思います。あれ食べたいんですよ、サバ缶。本当に美味しいのか、サバ缶が。サバ缶ってさ、温めないのかな、冷たいまま食うのかな、ちょっと分かんないけど、カルリーで買ったサバ缶が本当に美味しいのか否かちょっとね食べたいなと思います。配信で食べたいと思います。まあいつの配信になるか分かんない。カルディのサバ缶が有名なんですよ、美味しいって。サバ缶ってマジで食べないんだよね私。魚をつまみにしてあんまりお酒を飲まないかも。まずサバ缶は必ず湯煎する。炊きたて熱々ご飯の上で温めるの。え、ご飯はいらん。私お酒飲むときにご飯いらないもんだって。しかもサバ缶あれだよ、オリーブ洋風のサバ缶だよ。ブラックペッパー、サバのオリーブ漬けだからね、一応洋風のものになっております。楽しみ。サバ缶なんてマジで食べないからね。必ず湯煎
先した方がいいの？何分湯煎すんの？あれ湯煎した方が美味しいのかな。まあ一回カバ缶だね、サバ缶開けて食べてみて温めた方が美味しいかもなって思ったら温めればいいか。その前にそのまま食べたら、何色の缶でしたっけ？黒、黒だよ。サバ、ブラックペッパー味、国産サバのブラックペッパー味サバ、これです。おしゃれなサバ缶ですよ。おしゃれなサバ缶、こちらサブワ缶です。サブワ缶、アンチョビで米食えるから多分大丈夫。それは多分、うん、長尾さんだけ長尾、それは長尾さんだけかも私マジで偏食だからね。あと米はあんま好きじゃないんだよね。まずこちらです。買ってみよう。買ってみな。カルディサバ缶食べ方。なんか岩手の、へえ、美味しそう。サバ缶のガーリックライスだって。サバ缶とキノコの麻婆豆腐風とかある。へえ、おしゃれなサバ缶を考えたこと、買ってみてください。カルディに売ってます。ちょっとお高いサバ缶なんですけど、買ってみてください。ちょっと私はまだ食べてないんで、美味しいかどうかは教えられないんで、配信で食べようかなと思います。飲みながらね。やっぱ缶詰だから日にち持つね。2026年の4月20日まであって、私の誕生日には食べられなくなっちゃうね。2026年の再来月の再来月の私の誕生日には食べれなくなっちゃう入り口で手を切らないようにごち、え、優しいね。缶詰これなんだね。このカチピリ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 ってやるやつ、まあ大体そうか。今は今みんなギコギコするやつ開けれないもんね。今の子はやり方っていうか、もう缶切りさえも見たことないし触ったこともないはずなんだよ今の子たちって。だってゆうちゃみちゃんができてなかったもんな。はくろちゃん、おつたきさまです、こんにちは。ゆうちゃみができてないから多分、うん、できない。私はできるよ缶詰開けるやつ、ギコ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 って、ギコ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 、私はできるよ。ほんとだよ、これ足は何でだってできるんだから。なんかさ、キャンプ飯みたいなさやつでよく缶詰使われるじゃん。あのちっちゃいコンロみたいな、
まあ、皆さん知ってるか分かんないんだけど、あのゆるキャンっていうさアニメ、ゆるキャンっていうさアニメでさ、なんかちっちゃいコンロみたいな、キャンプ、コンロ、ちっちゃい、あ、こんな感じの、あ、これだ、これこれこれ、こんな感じのさ、こんな感じのちっちゃいコンロの上でさ缶詰温める人とかいるじゃん、こういうやつ。え、青猫ちゃんだ、ヤッホー、こんにちは。そん危なくないのかな。でもちょっと憧れるよね。初心者でも使えます。魔女ちゃんこんにちは。青猫ちゃんキラキラお届け。ありがとう。バジレモンバジル味、パプリカチリソース味、オリーブオイル漬け、普通のやつね。ブラックペッパー味とアクアパッツァ味、いっぱいあるんだね。美味しそう。ワンショちゃんこんにちは。美味しかったら他の種類も食べてみようかなと思います。まあ美味しかったらね、それはね、試してみる分はある価値はあると思うので。キャンプしたいな。まあ私は火起こすとか苦手なんですけど、キャンプ、キャンパーキャンプが好きな人とキャンプして美味しいキャンプ飯食べさせてほしいって感じ。わがままを言えば、キャンプ好きならあなたの後輩にいるでしょ。キャンプ好きなんている？私の後輩に。わかんない。え、いないんだけど、私の後輩にキャンプ好きな人なんていないですよ。私の後輩にキャンプ好き、私後輩いないですもん別に。私後輩いないですよ、まず言うて。後輩、誰のこと言ってんだろう。NGT の藤崎、あ、藤崎さん、藤崎さんキャンプするん、全然キャンプするようなイメージないわ。そう、藤崎美宇ちゃんキャンプってちょっとハードル高いわ。ちょっとハードル高い。ちょっと無理やわ、むずいむずい。初めて知ったわ、キャンプ好きなのも。全然イメージない、キャンプの。全然私にはイメージないです、キャンプのイメージ。今の中学生とかさ、小学生にさ、普通にさ NGT って知ってるって聞いてもさ、 NGT 知らないって言うんだよね。キャンプスタッグの仕事もしてるよ。そうなんや、全然知らない、浸透してないね、まだ。もっと浸透するといいね、みんながキャンプといえばあの子みたいな、浸透すればいいね。
全然今の若い子 NGT とか知らないんだよね。まあ仕方ないか。まさちゃん100完了ありがとうね、地元の子たちでも知らないっぽいからね。まあ県外の子も知らないんだろうなみたいな。中井理香でさえも知らないっぽいしな。もっと知ってほしいよな。若い子に知ってもらえればさ、若い子の方がさ SNS とかをさ使う能力が長けてるわけだから拡散されるはずなんだけどね。どこかしらでバズるといいね。どこかしらでなんかバズる。自分もそうだけどさ、私もそうだけどさ、ファンの高齢化は深刻な問題です。中井さえも知らないよ、みんな。マジで知らないよ。マジで知られてないから。うん、小学校中学校高校生、若い子には全然浸透してない NGT。 マジで知らないらしい。だからみんな頑張ろう、もっともっと頑張んなきゃ。まあ、NGT の子たちが頑張らなきゃいけないのはまあ100も承知じゃん。やっぱファンの方もね、やっぱ拡散していかなきゃね。もっとね、もっと宗教地味な感じで、いやこの子が可愛い、この子は自分の推しは可愛いぞ、自分の推しは可愛いぞってネットだけじゃなくて世の中に発していかなきゃ。もういとことかさ、親戚とかさ、親戚のちっちゃい子たちにこの子は NGT って言うんだよっていうのを脳みそにすりついてさ、この子 NGT っていうのは可愛いねみたいな、この女の子可愛いねみたいな、そういうとこから発信されるかもしれないから、みんな頑張らないとね。清水ちゃんこんにちは。絶対すごい、もうね、本当に頑張んないと。難しいよね、若い子に目をつけてもらえるみたいに。若い子に知られるために何しようね。若い子に知られるために何する、みんな何する。私はいとこに布教してるよ、私のこと。いとこも私の YouTube 見てくれてるし、あと私の友達の子供もずっと私の YouTube 見てるし私のこと知ってくれてる。そうで、妹の友達にも私のこと知ってもらってる私の姉は大滝エリアですみたいなの。マックス時315号をつけてショールームのいろんなルームあってもまあ知ってて反応する人は少ないでしょ。全然知らないよね。ただ単に電車好きだと思われてんじゃない。スノーさん多分ただ単に電車好きだと思ってんじゃない。アイドルビジネスって言うくらい追うほど金がかかるのは問題。まあでもそれはそうですよ、仕事ですからね。アイドルという職業ですから、夢を与える職業についてますから。好きなことをしているわけじゃなくて仕事してるんですがね。あくまで仕事してますからね、皆さん。あれは皆さんお仕事してますからね。あれで飯食ってますからね。飯、私も配信してテレビ出てイベント出て、それが一応今職業になってて、今現在だと一応私はみんなに知ってもらうために職業をしているわけであってね。リケイちゃんこんにちは。リケイちゃん、きのこ、おっきなきのこありがとう。おはよう。
マクさん、つたき様ね、マシちゃん。そう、頑張ろう。頑張んなきゃね。どんなにいい曲だって、すごいさ、いい曲いっぱいあるのにさ、何にも知られてないんだよ。悲しいよね。あんなにいい曲いっぱい出してんのにね。今の子たちの何がどう刺さるのか分かんないよね。恐怖オールバックとかよく分かんないし。ちょっとてて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 てみたいなね、ててててて、まあおじさんたちは逆に知らないんだろうな、若い子が追ってるやつ。てて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 て、みたいな。ふふ、ててててててて、のりこさんこんにちは、ちらみ。こんにちは。寝起きのヤシの木、寝起きヤシの木大好き。寝起きヤシの木って何？逆、私も若い子のやつ分かんないからな。あ、またこの人なんだ。コピさんのでおきやしのき、すごいねこの人の歌。なんかよくわかんないもん私。てて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 て、あなたはではいいのに、手が過ぎてお亡くなり、奇跡的にオールバック。まあ癖にはなりそう。じゃあ NGT もこういう曲出せばいいんじゃない。そっと出た瞬間終わったわってこれでいいんでしょ。これこんな感じのが今流行るかな。こんな感じのやつ作れば。TikTok でやればいいんじゃない。私もやろうかな TikTok で。こうやってちょっと出た瞬間終わったわってこうやってピッコ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 やって。てか、うわ、リコーダーどこやったんだろう。リコーダー捨てたかな。リコーダー欲しくなってきた。え、リコーダー欲しい。リコーダーっていくらすんだろう。アマゾンで買えんのか。リコーダー、ソプラノリコーダー、アルトリコーダーだっけ。学校の時使ってたので何リコーダーなんだろう。あれソプラノリコーダー終わったわ。ここで使ってたのってソプラノなのあれ。よくわかるねみんな。てっ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 てThank you.
て、こんな大きい穴開いてたっけ、こんな大きい穴開いてた、リコーダーとカスタネットあってもトライアングルは持ってない、小学校はソプラノ、中学校はアルト、あ、なんか中学校大きな、そういえば使ってたかもしれない、これにしよう、ジャーマン式、ジャーマン式とバロック式とジャーマン式があるらしい、勝手に強すぎて終わったわ、これだった気がする、こんな入れ物に入ってた気がする、こんな入れ物に入ってた気がするえ、私こんな入れ物に入ってたやつ使ってた気がするんだけど、うん、多分そう、風強すぎて終わったわ、富山楽器なんだ、富山楽器らしい、でもこれジャーマン式、ジャーマン式、バロック式とジャーマン式があるんだけど何が何だか分かってない、ででーでーねー、いや、お熱、安いので、いや、安いので、うわ、夏、このこの掃除用の棒、夏、この掃除棒の用の夏、夏、わたじん楽器に現物はない、わたじん楽器って知らんもん、なんでわざわざ楽器屋さん行かんきゃいけないのよ、逆にこんなこんな便利なアマゾンっていう場所があるのに、え、白がある、かわいい、ピンクとかあるよ、だ瞬間終わったわ、すごっ、変なリコーダーある、モンさんだるま、ありがとうございます、アマゾンでいいんだよ別に、だって家に届けてくれるんだから、こんなこんなこんな、どうしたんですか、こんな、こんにちはってことだな、指ドラちゃんこんにちは、ここにしよう、いつ届けてくれるんだろう、
あレジ2個に2個入ってなかった。いらない、2個もいらない。これカッチ強すぎて終わったわ。定期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 に俺うばく。お届け予定日15日やって、今日が今日14日、うん明日だ、明日届くってリコーダー。お届け予定日14日。リコーダー練習するか。でも買った、買うのじゃなくてもう買ったって、もう買った。ドゥ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 ってやればいい。できんのかな。恐怖。やっぱ楽譜あった楽譜。とりあえずドレミファソラシドが分かんないんだよな。おお、でもドレミファソラシドがさできないもんな。シミレレミミスミソシラミミレミミレミミレミソレシかミミシミレミミミソララシミソソラシミレミレミソラシラスピスミレ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 スミミレミレミソラシラソミレミラソミレミか。定期定期定期にオールバックだから。学生のところはリコーダーうまかった。リコーダーうまいよ私。当たり前じゃないですか。リコーダー上手でしたよ。もう音楽の才能丸ですから私。音楽の才能丸。まあ楽しみにしてろって。え、そんな意外？なんで？なんで意外なのよ。ポポロさんこんにちは。いいよ。意外か。まあ、ダンス踊れないけど歌えるしな。ということで、1時になったんで、この枠終わろうかなと思います。また次枠仕事行く前に16時に配信したいと思いますのでよろしくお願いします。みんなこの枠もありがとうございます。13位から男女発表します。13位サンちゃんありがとうございます。12位スノスノさんありがとうございます。11位トンピーマンちゃんありがとうございます。10位、長尾さんありがとうございます。9位アニちゃんありがとうございます。アニちゃんありがとうございます。8位ガッちゃんありがとうございます。7位防災ちゃんありがとうございます。6位 DK ちゃんありがとうございます。5位ハコーシーありがとうございます。4位シゲルブラックちゃんありがとうございます。3位イケちゃんありがとうございます。2位ネオフィちゃんありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃーん、てつちゃーんありがとう。大丈夫皆さん、アリーナ席の皆さん、お疲れ、応援してくださった皆さんありがとうございます。ではまた次枠、16時にお会いしましょう。この枠もありがとうございました。おつたき。またねー。